まずは折り紙を三角に半分に折りますこれを縦にしてさらに半分に折ります開いて右の角をてっぺんに向けて折ります 裏返して反対側も同じように折りますこれを上から開いてこのように三角形に折り替えます次にこの下側を上に向けて 1.5センチぐらい折ります。この状態から下の紙をこのように広げて、この部分を三角形に潰します。反対側もまっすぐに潰します。そしてこの部分を この部分に合わせて半分に折ります。ちょっと細くて折りにくいですがこんな感じです。これを裏返して次にこの部分をこの白い紙の切れ目に合わせて このように折り返します。そしてこの角の部分を小さく折ります。次に先っぽをこの真ん中の縦の筋に合わせるようにして、外側に折り返します。 一度戻して、この部分をこの折り筋に合わせて、折ってからそれを閉じます。反対側も、下の白い紙の切れ目に合わせて、 内側に折って角を小さく折ったら真ん中の筋に合わせて外側に折り返して一度戻して先っぽを下に向けて折ったら。 もう一度閉じます。次にこの両側の先っぽを、この小さな正方形の下側の角に合わせるようにして、このように折ります。反対側も同じように折ります。 表にして下のこの先っぽを斜めに外側にこのように折ります反対側も同じように外側に向けて折ります そしてこの足の先っぽを小さく内側に折ります頭のてっぺんの角も小さく裏側に折りますこれで折り紙の部分は完成ですこれに顔を描いていきます 紙の切れ目が口なので、この端に、両側小さく牙を描きます。真ん中の線をチェックして、そこから斜め上に向けて曲線を引きます。 この曲線が眉毛と目の上の部分になります。その曲線にぶら下がるように楕円形を描きます。 小さく目の内側に黒目を描きます頭の曲線を先っぽを少し曲げて眉毛にしますこれに色を塗っていきます白いマーカーで 牙の部分を塗ります。目の部分も白く塗りつぶします。黒いペンで眉毛をなぞります。 黒目の中も塗ります。これでクリボーの完成です。